どうも、アイチです。今回はですね、ちょっと緩く話していくんですけど、このテーマというか、自分のミスそんなに責めなくてよくないっていう、これ俺の思いね、そうについて話していきますので、よかったらお付き合いください。でね、早速ね、話していこうと思うんですけど、ちょっと今回緩くまったり脱線しながら話していこうかなと思ってるんですが、まずね、いきなりステーキについて話さなきゃいけなくって知ってる？いきなりステーキってわかるかな？なんか最近すごい話題になってる、ね、ステーキ屋さんっていうか店なんですけど、自分の地元にあるの知らなくって、そう、さっき行ってきたんですよ。昼に一人ランチ、ぼっちランチしてきて、で食べてきたんですけど、ひとまず女性客がめっちゃ多いことにびっくりしたのと、あとは肉300、ご飯大盛りで食べてきたんですよ。自分食べでも多分ね、昔もっと食えたんですけど、やっぱりね、年齢的な面があって食べれなくなってね、食べた後に、あ、やっぱり年取ったんだなっていうのを実感した今日この頃。で本題いこっか。はい。でですね、今回これについて話そうと思ったのは、普段もらってる相談とか、自分のね、動画見てくださってる、リプくださる方とかのツイッターのページとか見て、どんなことつぶやいてんのかなとかと見るのが好きなんですけど、それ見てる中ですごく感じることがあって、自分のミスというか、失敗したこと、うまくいかなかったことに対して、責めすぎじゃねっていうのはすごく感じるんですね。で、もちろん自分も動画を撮っている中で話すね、内容として、例えば昨日とかも、こう、休憩時間は時間で決めたら絶対守ろうぜ、みたいな。それをね、破っちゃダメだよって、一回破ったらどんどん崩れちゃうよって、サボり癖がついちゃうよっていう話もしました。だから、言い方としては、一回もミスするなよって、きっちりやれよってことを言ってるんですけど、ただ、物事の考え方ってやっぱりバランスがすごく大事だと思ってるんですね。こう、なんかさ、こうなんだ、振り子っていうか、こういうのがあった時に、別に中間、真ん中にいる必要はないと思うんですよ。でも、こっちとか、こっちまでってどっちかに振り切る必要もないと思ってるの。どっちこう、いい感じのバランスで振れててほしいのね。で、どういうことかっていうとさ、例えばミスをすると、じゃあなんだろう、ここまで勉強するって決めたのにできなかったと、ありますよね、そういうことって。あるじゃないですか。でも一回できなかった、もう自分クズみたいな、ダメ人間みたいな、振り切れちゃう子、そこまでいかなくていいじゃんっていう。例えばやっぱり人はね、人間なんで、俺もそうですけど、ミスはするし、計画立てたことをそれ通りに完全遂行できることっていうのは別にそんな多くないんですよ。もちろんそうなるように、こう日々ね、自分と向き合って、うまくいかなかったか、じゃ契約の立て方が悪かったのかなとか、いろいろ考えながらね、自分の反省もしながら生かして生きていくけど、自分失敗した時に、あー、また俺ダメだなーって思うことあるよ。思うよ、確かに今でも。思うけど、その後にさ、凹みすぎて動けなくなったら意味がなくない？自分に自信がなくなって、もうどうせダメだし、みたいな。やってもダメだし、みたいな。それはね、違うと思うんだよね。だから俺そうはならないようにするんですけど、基本的に昔から自分に自信がなかったし、すぐへこんじゃうね、タイプだったの俺は。で、へこんで自分をこう痛めつけて、で、どうせ俺何やってもクズだから無駄だわ、みたいな感じの生き方をしちゃってたの俺は。そう。でも、もちろんそれをね、してる当時はさ、気づけなかったけど、なかなか。でもやっぱ今振り返った時に、その時間ってすげえ無駄だったなって思っちゃうの。なんで無駄かって、へこんで動かない。止まってるんだもん。だったら、ミスったことに向き合って、ミスってしまった。その時もダメだったかもしんないけど、その自分と向き合って、じゃあ次どう生かしていこうかなって。何がいけなかったのかなって。自分と向き合って反省して次に生かしてるんだったら、すごい有益な時間だと思うんだけど、気づけなかったんだよね。で、多分それに気づけてない子がすごく多い。気づけてないっていうか、分かっててもそっちに行けない子もいると思うけど、だから改めてちょっと動画で話したいなと思って、でも話すテンションとしてはこれダラダラジオでいい内容だと思うんですけど、でもちょっと顔出しでどうしても伝えたくてさ、これは。だからね、伝えたいこととしては、こう甘さと優しさってすごい微妙なラインになっちゃうんですけど、別にみんながね、自分に甘く生きてくれとは思わないの。自分に対して甘くね、思わないんだけど、もうちょっと優しさとか、こう自分に対してだよ、あってもよくないって思うんですよ。例えばみんなが友達とか仲いい人がミスった時に、そこまで責めないでしょ、お前クズならマジでとか言わないでしょ。でも自分には言っちゃうんだよね。だからそこはやっぱり程よい優しさを持ってるけど、寛容な心というか、許してあげてればいいじゃん。そう。ただ許してしまって何も考えなかったら次に生かせなくなっちゃうんで、じゃあ反省はしようよって、後悔じゃなくて反省をね、
したらいいんじゃないかな。それもしすぎない程度に。そう、例えば自分と向き合った時に課題というか自分でいけないところっていっぱい見つかるんですよ。特に中高生のうちっていうのは基本的にネガティブだから、ネガティブの子が多いで、自分に対して自信がないからさ。だから長所と短所上げてみ、みんな自分で。多分短所の方が多く上がるから、基本的にはね。でもその短所がいっぱい上がりますと、改善点でね。でもいきなり改善点5個上がって5個一気に直せないんだよ。じゃあひとまず1個何から変えていこうかなって決めればいい。一気に全部は変えらんないから。そう、じゃあこれまず変えていこうって、でこれができるようになったら次にしようって、でそういう風に自分と向き合ったことは絶対メモとかに残す。人の思ったことってのは忘れてしまうので、この5個改善点を思ってしたとしても全部メモっておくといいです。で1個ずつ潰していくの、できるようにしていくっていう、そういうのはすごく大事。それを例えば目で見て確認したら、あ、自分変わってってるんだっていう、その認識にもなるし、自分の自信にもつながると思うので。そうだから、まあ今はちょっとやるべき、こういう風にやってねって話をしちゃいましたけど、もうちょっといいんじゃないって、もうミスっちゃって自信なくなるのも責めるのもわかるけど、へこんでてもへこんでるだけじゃ何も変わらないから、そうって思います。はい。もちろんね、自分もできてなかったことをね言ってるからさ、もういやお前できてなかったんだろ、お前に言われたくねえわって思う人多分いると思うんだよ。普通に動画でこうやって話してることだし、いやいると思うんだけど、でもまあちょっとね、ちょっとじゃねえけど、みんなより先に生まれてちょっと長く生きてきた人間で、しかも、まあ、同じような道を辿ってしまって、そこを無駄な時間過ごしたなと思った人間だから、だからこそ伝えて、何かね、何かちょっと感じてもらえたら、それはなんか自分が喋った意味があるのかなと思って、一応ねこんな話もさせていただきました。まあピンとこない方もいるかもしれないですけど、まあなんか聞いてね、ちょっとなんか変えてみようかなと思ってもらえたら嬉しいです。はい、ということでね、今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。